悪魔さんに出会わないための対策方法にですねなるかと思います。で、あとですね、この第二牧場の中に緑の檻セットされてるんですが、この緑の檻ですね、悪いことした悪魔さんをこの中に入れるためにセットされたわけではなくって、ゴミステーションとしてですね、この第二牧場の中に設置されています。で、今からですね、じゃあこのゴミステーションを使った実験を行うんですが、実験する前にですね、ちょっとこの、ゴミステーションの蓋をですね